じゃあ、あっちゃんです。買い物行って疲れました。荷物がね、いっぱいあって、今階段持って上がってフラフラです。今、5時40分。5時半にお家帰ってきて、ワンちゃんと遊んでた。ワンちゃんに、ちょっとね、ピュアちゃんに、おやつあげてきた。落ち着きないからストッキングに爪立てる。バカ犬だよ。ってことでね、今破れへんかったからよかったけどね。もうね、楽しい。バカ犬だけど楽しいね。かわいい女の子です。はい。ね、そんなどうでもいいんだけど、ドン・キホーテ行ってきて、ふがし買ってきます。下の子が私にふがし欲しい。300円ぐらいかな。298円と消費税かなんかやったと思う。はい、で、なんか、ふがしはしきるから、開けたら全部食べやんなんとかけど、やめてって。300円もするおやつを1日で食べるのやめてっていう感じでね。はい、ということで、しきらないようにちょっとだけあげます。しきるって言うんだな。はい、どうぞ。ではもうどうぞ。ふがしです。懐かしいな。こんなの。ピンとちゃんと合うかな。では食べたいと思います。懐かしい。なんかふわふわのもともとしけたみたいな甘いけどね、甘くてふわふわでしょぼくって懐かしいな。昔ね、駄菓子屋のこんなみたいなもち置きやつにこうかいっぱい入ってて、一本ピュッて取って、おばちゃんこれ10円みたいなんで買ってたような気がするけどね。大人になって子供が同じもんが好きでまた買うとは思わへんかったけど、プルプル落ちる。美味しいね。日本免許だ。こんなん5時40分って俺とバンバン食べれるんだよ、ね。なんかふがしふわふわで美味しいんだけど、喉詰まりそうやな。ということで、今日の、駄菓子は、特製丸か勉強にスポーツにふがしカルシウム入り。本製品は人工甘味料は一切使用しておりません。鍵屋製菓有限会社東京都墨田区って書いてますね。なんか懐かしい。こんな昔からあったよね。で、人工甘味料は使用してません。小麦粉、砂糖、はい、砂糖が入ってます。人工じゃない甘味料です。グルテン、食用卵の殻粉、卵黄粉っていうのかな、膨張剤、着色料、赤、酸、黄、5、青、2、カラメル、はい、赤、黄、青、なんとかってやつは体に悪いはずでした、色素。はい、そんなのどうでもいいけどね。体にいい駄菓子はないはずです。はい。まあ、そんなんどうでもいいことなんです。駄菓子に、体にいいとかを求めるのは、ね、邪道です。ヨーグルトがあった。ね、なんかヨーグルトがどうのこうの言うてるけど、体にいいやん言うてるけど、体に良くないです。駄菓子なんてね。なんてねえと怒られるけど。そんなものを気にしちゃ、駄菓子は食べちゃダメです。はい、もう一本食べます。あっちゃんも2本目いっちゃいます。3本目ダメ、バゴフが出るのかやめてみ、ダメ、いきます。ということで、今日は続き食べながら何か違うことしたいと思います。ではまたね、バイバイ。